邪魔を。この機を逃すな、畳みかけるぞ。ギャー、皆さんの力をお借りします。ギャー、準備はいい？さあ楽しませてもらおうか。参ります。皆さんの力をお借りします。はいい？ギャまいります。皆さんの力をお借りします。ギャー、この機を逃すな、畳みかけるぞ。一緒に踊ってみる？ギャー！さて、楽しませてもらおうか。ギャー！この程度では足りぬの。何ぼさっと突っ立ってんだ。ちょっとね、いい波だから眺めていただけさ。波にいいも悪いもあるのか。まあね、今日の波は乗るには最高だろうね。波に乗るだって？どうやって波に乗るんだ？その前に、こんな高波の時に海に入ろうなんて、頭がおかしいんじゃないのか？気になるんだったらどうだい？一つ度胸試しといかないかい？バカ言うなよ。どうやるかは知らないけど、波に乗る前に飲まれて終わりだろ。なんだ、怖いのかい？だらしないね。お前、僕の言ってること聞いてないだろう。怖いんじゃなくて、そんな馬鹿げたことしたくないだけさ。同じことだろ。男だったらごちゃごちゃ言わないで付き合いな。それとも何かい？あたいみたいないい女の誘いを断るってのかい？誰がいい女だって？笑えない冗談だね。そうかい。あんたみたいに可愛げのない坊やはきついお仕置きが必要だね。
ほら、こいつに乗りな。なんだよこの小舟。まさかこんな船に乗るってのか。よくわかったね。そいつで巨大な波に突っ込んで波のてっぺんに乗り上げようってわけさ。冗談じゃないよ。波に乗れなかったらどうなると。そりゃお打仏ってことだろ。何でも命を張るから楽しいのさ。ほら行くよ。やめろってば。引っ張るな。僕は絶対に乗らないぞ。くそ、なんで僕がこんな。あんた思ったより根性あるじゃないか。見直したよ。何せあたいも冷や汗もんだったからね。お前な、笑い事じゃないだろ。死んだらどうするんだ。こうして生きてるんだからいいじゃないか。結果良ければ全てよしさ。これであんたも晴れて海の男になったわけだし、もっと喜びなって。海の男になりたいなんて誰が言った。余計なことはするな。そうすねるなって。無事だったんだからいいじゃないか。それに案外楽しかっただろ。あんただってあんなに楽しそうな顔してたじゃないか。楽しいだって。あんなののどこが楽しいんだ。一つも楽しくなんてないね。やれやれ、取り付く島もないね。何はともあれ、これからもよろしくな。命が惜しくば。皆さんの力をお借りします。ギャー。準備はいい？先に通れぬなら切る。ギャー。遅れるな。無益な血は流し。皆さんの力をお借りします。楽しみましょう。皆さんの力をお借りします。ギャー。準備はいい？この機を逃すな。畳みかけるぞ。さて、
楽しませてもらおうか。私の番ね。皆さんの力をお借りします。止まるわけにはいかない。